こんばんは、中川五郎です。今日は4時過ぎに来てずっと聞いていたので、結構冷えてしまいました。前の前に歌われた川口真由美さんが歌われるかなと思って、思っていたんですけど歌われなかったので、ちょっと今日歌ってみようと思うんですが、最近 YouTube で見ていたら、チリの若いミュージシャンたちがたくさんみんなで出演してワンフレーズずつ歌い継いでいく We are the world みたいな感じの、ビデオを見まして、今の若いチリのミュージシャンが1970年代の前半に軍事クーデターで虐殺されたビクトール・ハラっていう歌い手の歌を、新しい歌詞を変えて歌っていて、そして音楽スタイルもラッパーが参加したりとか今の形になって歌われていたんですけども、それを見てすごく感動して、なんか僕もこの歌を自分の歌詞で、元のビクトル・ハラの歌詞にできるだけ忠実に、でも自分の言葉で歌いたいなと思って、最近日本語にしました、平和に生きる権利。
リーブの木は枯れたまま平和に生きる権利平和に生きる権利ありがとうございます。次もあの外国の歌を日本語に最近したんですけども、台湾のデジタル大臣の、オードリー・タンという人が、日本がこれからどういうことをすればいいのかっていうなんかインタビューで質問を受けたときに、オードリー・タンが、それにはこの歌の歌詞で答えたいと言って、カナダの、もう亡くなってしまったんですけども、カナダのシンガーソングライターのレナード・コエンの歌の歌詞をこれからの日本のためにみたいなことでインタビューで答えていて、前から大好きな歌だったんですけども、そのオードリー・タンの発言を読んで、なんか改めて歌詞が僕の中にすごく入ってきて、日本語で歌いたいなと思って、訳しました。タイトルはアンセムというタイトルで、アンセムというのは讃える歌、褒め讃える歌、賛歌、そういう意味の言葉で、アンセムの前にナショナルという言葉がついたりするとそれは国歌になってしまうんですけども、でも讃える歌、それは国家とか権力とか貴族とか皇室とか、そういうのを讃える歌だけじゃなくて、一人一人の民衆を讃える歌、それが僕は本来の姿だと思うので、レナード・コエンの作ったこのアンセムっていうのも一人一人の民衆のことを讃える歌だなと思って日本語にしました。政治の世界はまるで大
もね、誰の目にも明らか。権力者が正義と法をぶち上げ、声上げる民は無謀の衆扱い。でも人々の声が一つに重なり、もう無視はできない。声が最後まで聞こえ、行進はそれぞれの足並みで、行き場を求めて心の中に愛が押し寄せる。完璧なものなどどこにもない。あらゆるものにはあらゆるものには裂け目があって、そこから光が差し込む。完璧なものなどどこにもない。あらゆるものには裂け目があって、そこから光が差し込む。
ありがとうございます。僕は多分この一曲フェスの、出演者の中でももしかして最年長というか、すごい 年上だと思います。僕は今からもう53年か4年ぐらい前に初めて歌い始めて、そして今もう70代になったなってしまったんですけども、まあ僕の歌をこうやって作って歌おうと思ったきっかけは1960年代の中頃に中学生の頃にアメリカのフォークソングを聴いて、そしてそのフォークソングを聴くうちにピート・シーガーとかウディ・ガスリーとかボブ・ディランとかそういった人たちの歌を聴いて、なんか自分でもやりたいなと思って始めたのがきっかけで、今年新型コロナウイルスの感染が拡大して3月頃からほとんどライブができなくなって、家にずっといていろんな音楽を聴いたり本を読んだりしていたんですけども、音楽を聴くときになぜか自分が歌に興味を持ち始めた最初の頃のレコードをなんかもう一度聴きたいななんて思って、ビート・シーガーとかウディ・ガスリーとかボブ・ディランとかそういう人たちの古い歌を聴いてたら、その彼らの歌ってる古い歌は全然古くなくて、むしろなんか今の時代の中でものすごく新鮮に聞こえる歌なんじゃないかななんて思って、ボブ・ディランが1960年代の初めに作った歌を日本語にしてみました。ディランはこの歌を多分まだソ連という国があって、アメリカとソ連が冷戦をしていて、もしかすると第三次世界大戦が始まるかもしれないみたいなことを、そういう時代状況の中で書いた歌詞なんですけども、でもそれは今の時代の中見事に2020年のこのコロナウイルスが感染し、そしてアメリカがとんでもない大統領が出現し、日本もどうしようもない総理が続き、今日の大阪はどうなるか、そういうなんかとにかくすごいとんでもない時代の中でものすごくこの歌が響くなと思って、僕は今も71歳ですけども、それこそ今の10代とか20代の若い人たちに、とにかく僕らがこういう悪い世の中にしたんだけど、なんとかそれを覆してほしいなと思って、最後にボブ・ディランの有名な歌を日本語で歌います。黒い木の枝から滴る赤い血を見た。
げのハンマーを持って群がる男たちを見た。びしょ濡れになった白いはしごを見た。おしゃべりが一万人みんな舌を切られていた。鋭い刀や銃を持って集まる子供たちを見た。そしてザッ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 くる。何を聞いたんだ若者よ、何を聞いたんだ僕が未来を託す人。私は危険を知らせる雷の音を聞いた。世界を飲み込む大きな波の音を聞いた。100人が燃える手で叩く太鼓の音を聞いた。今にも死にそうな人を笑ってる人たちの声を聞いた。デマを流す人が1万人でもみんな耳を傾けていない。路地裏で死んだ詩人の歌を聞いた。道具の中で泣いていたピエロの声を聞いた。そしてザッ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 土砂降りの雨が降ってくる。誰に会ったんだ若者よ、誰に会ったんだ僕が未来を託す人。私は死んだ子馬と一緒の子供に会った。黒い犬を散歩させている白い人に会った。若い女性に会ったらその体が燃え上がった。女の子に会ったら虹をプレゼントしてくれた。愛に傷ついた男と出会って、次に会った男は憎しみに傷ついていた。そしてザッ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 土砂降りの雨が降ってくる。これからどうするんだ若者よ、これからどうするんだ僕が未来を託す人。私は雨が降る前に戻ってゆくよ。あの森の一番奥深いところまで歩いてゆくんだ。そこには何も持っていない人たちがたくさんいるよ。森の中を流れる川は洞窟にまみれて、谷間の家のそばには不気味な牢獄。死刑執行人の顔は誰にも見えず、夜
欲望ばかりが膨らんで魂はもぬけの殻に色は黒一色で数は数えられずそこで私は息をして考え思いを語り伝える山に声をこだまさせればみんなに聞こえるはずそして大海原に沈むまで立ってそこで初めて歌えるはず前からよく知っていた歌をそしてザザ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 ザ土砂降りの雨が降ってくるザザ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 くださった中川五郎さんに再度皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ本当に朝からずっと聴いてくださった方それから演奏してくださった方そして、大きな大きな拍手をいただいてくださった方本当に皆さんのおかげで今日ここに一徳フェスそして歌う組坂ステージ大成功に終わることができました。このコロナの中で私たち本当に、手足がもですですはい、手足がもがれた状態でそして経済優先で私たち国民の命は機密扱いです。そんな中でこの表現の自由を求めてここに一徳フェスを開催できたことは本当に意義深いものだったと思います。皆さん本当にありがとうございました。はい、最後にですね、朝からずっとここで PA やってくださったこのお二人にも拍手をお願いいたします。それからね、影の功労者なんですけどそこでツイキャスでずっと全国に発信してくださっている慶太郎さんにも拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。本当に本当に一徳フェス毎回開催するたびに参加する方が増えて聞きに来てくださる方も増えて本当に盛り上がってきています。皆さんのおかげでこの国会を取り囲んで私たちの思いを表現していきましょう。来年もまたここで会いましょう。歌う組坂ステージこれで閉会といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。コール、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 
ですか。じゃあ中川さんに出てきていただきますね。はい、アンコールが来てます。すいません、あの本当はねアンコールっていうのはねなしなんですけど、なんかこう今日はすごく盛り上がっちゃったのでいい気分で、じゃあ中川さん短めな曲で注文出しちゃってますか。はい、では無理をお願いして中川さんにもう一曲やっていただきます。じゃあこれで終わりにしますね。はい、この中川さんの最後の一曲で締めます。中川さんが準備している間にまたうるさいですね、本当にもう聞き飽きたよっていう人もいると思いますが、カンパまだの方よろしくお願いいたします。来年開催できるかどうかは皆様のカンパにかかってますって言った過言か。あの本当に今年財政難厳しいのでコロナのせいですっていうか、コロナを蔓延させた政府のせいです。はい、コロナは憎い、コロナを蔓延させた政府が憎いということですね。もうあのまあいろんな方がっていうと失礼ですね、本当にあの重病であのこの命を落とされ重症になって命を落とされた方は本当にお気の毒だったと思います。ということで皆さんコロナにかからず元気にいきましょう。はい、では中川さんお願いいたします。Thank you.